日は私の QT の練習ラウンドに先生が付き合ってくれるということで。あ、おはようございます。これは違います。OK。 仕上がってんな。何も言うことないです。オッケー。全部ったらあれや。左に回す。こうやから。それを開いて物差しを落としたら、ちょっと右側前に。普通に右にちょっと持っときながら、それぐらいでちょうどいい。意識的にフェド打ってんのやろ。いや違います。違う。完璧。もう全然スイング違う。おはようございます。お天気アナウンサーみたい。今日の天気は非常に寒い。手がかじかんでおります。児玉カントリークラブから児玉ゴルフクラブです。お伝えしております。見た見た。今日は私の QT の練習ラウンドに先生が付き合ってくれるということで。あ、おはようございます。これは違います。これはあの多分あのマイちゃん、おはようございます。熱狂的なファンの人です。じゃあ、おはようございます。おはようございます。朝、裏です。朝、車の中で、はい。Hey Siri、うん、今の気温は2度です。先週まで半袖やってんや、うん。2度ですって何。でもほら、もう暖かいです。全然寒いからこれ行きました。暖かそう。練習場からこの格好で行こうと思ってんけど、ワンチャン通報されるかなと思って。どう？なんかそれでも先生って分かるのが怖い。え、分かるかな。うん。QT 前の最終調整ということで。あの先生顔ちっちゃくなりました。はい、いやいつもこれいつも通りにされてる。リストアップ。うん、リフトアップね。リストアップしてどうすんの。はい、ということで今日はね、QT 前の最終調整ということで、うん、ちょっとこう真剣にしてください。今日は、この動画が、公開されるかどうかは分かりません。ただ単に網の練習ラウンドをただ一緒に回るっていうだけの話なので、面白かったら流すし、おもんなかったら流さへんし、はい、流れてるってことは面白かったんでしょうということで。、はい、楽しんでいただけたらなと思いますので、今日一日よろしくお願いします。お願いします。これでいい。ナイスやん。全然いいやん。気持ち悪い。そうやろ。だから今までは普通に振ったら左にしか行けへんやつをフェース開いたら右行くやん、はい、で手元下げたら左行くやん。それを全部ミックスして無理やりまっすぐ打ってたからぐちゃぐちゃやん。だからこうなんかどっか不安感が残るというか、ちょっとね、見てても不安感残るし。よいしょ、お願いします。よし、いいね。この人はあの朝練習してませんので。子供はいい人ばっかりでビビる。なんなの、あの練習場でもいい人ばっかりやん。聞いた、いつも見てますやで、はい。
いつもって言ってたのに、その時携帯持ってなかったからな。そういう意味じゃないです。あ、違うの、はい、ずっとかけ続けてるとかじゃなくて、はい、あ、違うんだよ、難しいな。ピンまで113です。 113? 何番？いつもやったらピッチングなんですけど、うん、寒すぎて届かなさそう。あ、だから9、うん。散る花道に向かってナイス。これピンが奥に切ってやったらショートのメインからピーよな。いや、ピーだと多分そもそも115なんですよ。そもそもグリーンに届けへんのことね。はい、あ、81ヤード。アミと一緒。いつもやったら60やけど寒いから56。うどうも、ナイスオン。どうも。まあ朝一やから分かるけどな、ちょっと大きめに読んでしまうのも、外側読んでしまうのも、下りで走っちゃうのも分かるけど、これどっちの何か分かるか。スラスラやな。なんで、ね、こっちが高くてこっちが低いからやな。けどお前打ち方が、ね、下り打つ打ち方じゃないね。特に朝一は、はい、アミの場合はね、あの下り残してしまった時は全体的な動きをゆっくりにし、歩く速度、そうそう、もうちょこ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 動いたの、上りのパターン打つんじゃないから、それだけでリズム取りやすくなるから、それだけちょっと気をつける。ラウンド始まってしまえば調整できると。最初の3つだけは上りはちょっと届かへんかもせえへん時はちょっと早めに歩くとか、下りはちょっとゆっくりめに歩くとか、もう自分で調子合わせてき、もったいないから。別に打ち方を変えるとかじゃない、変えなくていい。ナイスボディです。どうも。オッケー、ナイス、素晴らしい。ありがとうございます。ナイス。スタンスはどこに置けばいいんですか、私は。いつも通り。オッケー。うん、大丈夫。はい。どうも。あみ、こっからそこのキーまで40ヤード。なんであんな情報を与えたか分かる？コーチとして特に意味ない。ピン146ヤード。結構ありますね。ちょっとラフに浮いてるんで打点だけ注意していきます。うん、うん、悪くない。これはもう一番しょうがない。今日一番出るミスやな。やっぱテーピング巻いてるからってこと。テーピング左。ああ、もうこれしょうがない。今日一日絶対出る。もう付き合っていくから、なんかちょっと右向いてるよ。でバチバチに行った時にちょっと右、ちょっと引っかかっても大丈夫ぐらいでやってる。まあでも距離感が合ってれば、はい、いいかなって感じ。ああ、ぴったり。悪くないと思う、はい、クローグリップのお手本を見せようと思って昨日クローグリップで練習した。先生が、あー、やっぱ切れへんね。連覧の時もピンを刺したまま見よう。これは抜きます。あ、気持ち悪いから、この影が邪魔なの。あー、そういうことね。オッケー、危ない。うん、まあそれぐらいでは悪くない。全員最短でベストスコアいってもらいます。今すでに70代で回ってきたらもう82度と打たないゴルフ、全員最短で70代。
これちょっとね、DB でね、今、毎週、もう、これだけやっとけと。今週これだけやれっていうの毎週出してる。新規の人はこれだけやれみたいなのは、まあまあ、進めたいんだけど、昔からやってる人たちが、私本気でやろうってなった時に、どっからしたらいいかわかんないと思って、黙って1週間くれる。ほんで、それやった先で、スピンが打てるようになったよ。だって、愛ちゃんがログちょっと打ててるから。すごい。今のフェンス開いて当てたら割とまっすぐ見えるはい、いつもそれで調整してます。うん、今のは全然右に振ってなかったです。そうそう、全然振ってない。これがフェンス開いて右や。じゃあフェンス開かんように気をつけろって言ったらそういうこと。むずいやろ。むずい、うん、けどここは修正しといた方がいい。ナイスアウト。ありがとうございます。めちゃくちゃうまいな。俺の入れたコーヒーぐらいうまい。結構読んでこれでも今年やったらここ狙うなっていうタイプ戦場にいましたけど、こうやってしゃがんだ時はもっと左やった。でも構えた時にそんな曲がるかいと思って多分網だろうなぐらいのラインに変わって、ね、ナイスです。オッケー。ちゃんと打てた時にちゃんと行く。この弾道やったらな、うん、カットするととりあえずグリーン面の方には行く。バーディーを取る。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あと各種 SNS 概要欄の方にありますのでチェックよろしくお願いします。ちょっと噛みそうだな